エドワード・ダグラス・ホワイトは、アメリカ合衆国の政治家、法学者であり、ルイジアナ州選出のアメリカ合衆国上院議員、アメリカ合衆国最高裁判所の賠席判事、及び、同9代目の長官を務めた。反トラスト法の標準となった、上理の法則を作ったことで、最もよく知られている。またアメリカ合衆国における、 人種分離の合法性を支持した1896年判決では、最高裁の多数意見側についた。ホワイトは、ルイジアナ州南部ラフォーシェ郡にあるティボドービルの町に、近い両親のプランテーションで生まれた。元ルイジアナ州知事を務めた、エドワード・ダグラス・ホワイトシニアの息子であり、アメリカ合衆国会議員を務め、医者、判事だった、ジェームズ・ホワイト博士の孫だった。 母方では、連邦保安官、天地リングゴールドの孫であり、バージニア州で有名なリー一家とも親戚だった。ホワイト家のプランテーションでは、砂糖キビを栽培し、それを最終製品まで生成していた。ホワイトの父方の先祖は、アイルランド人であり、ホワイトは、生涯を通じて、敬虔なカトリック教徒だった。初めは、ニューオーリンズのジェズイットカレッジで学び、続いて、 メリーランド州エミッツバーグ近くのマウント、セントメアリーズ大学、さらに、ワシントン DC のジョージタウン大学に進み、ここで、フィロデミック協会の会員になった。ジョージタウン大学でのホワイトの学業生活は、南北戦争によって妨げられた。ホワイトは、バイユーラフォーシェに戻って、推定では、リチャード・テイラー将軍の下で、南軍の不評として入隊し、 最終的に注意まで進んだと考えられてきた。ホワイトの家父になっていた母が再婚して、当時はニューオーリンズで家族と共に暮らしていたので、このことは疑問である。ホワイトがルイジアナに戻った時、ニューオーリンズの自分の家に行った可能性が強い。疑わしい証言では、北軍のゴッドフレイ・ワイツェル将軍が1862年10月に、 バイユーラフォールシェを侵略したとき、ホワイトは危うく捕まりそうになったが、ナヤのし草の下に隠れて、難を免れたということである。ホワイトは、ラフールシェで入隊したが、天候名簿が完全ではなかった可能性がある。しかし、ホワイトが何らかの南軍志願兵部隊あるいは、民兵隊に仕えて、ラフールシェ地域での作戦に参加したという記録はない。別の証言では、 南軍の w n r ビール将軍の副官となり、ポートハドソンまでついていったというものがある。ポートハドソンには、南軍の守備隊1万8000名が守っていたが、数的に勝る北軍が包囲していた。1863年5月21日から7月8日まで続いた、包囲戦の後、ビックスバーグの陥落を知った南軍が、無条件降伏した。 ポート・ハドソンに、ホワイトがいたということは、戦後の二次的証言、すなわちポート・ハドソンの北軍古参兵であり、ミネソタ州選出のアメリカ合衆国上院議員、クヌート・ネルソンとの食事中の会話であり、またジョージ・リューイ帝徳との会話であるが、どちらもホワイトが、包囲戦の時にいたと証言したことだった。しかし、ホワイトの名前は、ポート・ハドソンの捕虜名簿に載っていない。 信頼性の薄い別の証言によれば、ホワイトはミシシッピ州の捕虜収容所に送られたということである。ホワイトが仮釈放された時、家のプランテーションに戻ったと考えられるが、そこはすでに放棄され、トウモロコシ畑は荒れ地となり、元奴隷たちの大半はそこを離れていた。ホワイトが南軍に従軍したという唯一、紙で残った証拠は、 南北戦争公式記録に含まれる、ポイントクープ軍モーガンザでの戦闘で1865年3月に捕虜になったというものであり、米国国立公文書館のホワイトの従軍記録では、その後にニューオーリンズで収監されて、1865年5月に仮釈放になったというものである。これらの記録ではホワイトが、 ルイジアナ騎兵連隊バーロー中隊の注意として従軍していたことを確認するものであり、この部隊は実際上非正規兵かゲリラの組織的に緩やかな部隊だった。この連隊は時として第9ルイジアナ騎兵連隊と呼ばれ、その中の士官の一人がロバート・プリュインに少佐だった。プリュインはミシシッピ川を泳いで包囲線を抜け出し、ポートハドソンの指揮官、 フランクリンガードナー将軍からジョセフ・ジョンストン将軍に伝言を伝えた伝令の役目を担った。プリュインは同じやり方で、ポート・ハドソンの降伏前に、そこを逃げ出した。ホワイトが、プリュインと共に逃亡に加わったと考えるのは、興味あることであり、ホワイトが、ポート・ハドソンの捕虜名簿に載っておらず、後にプリュインの連帯で従軍したということを、説明できるものである。ホワイトが、 南北戦争に従軍したということは、彼がアメリカ合衆国最高裁判所判事に指名された、当初も共通に知られている事項であり、アメリカ連合国退役兵のために出版された、南軍退役兵雑誌は、彼の指名を祝福することになった。ホワイトは、アメリカ合衆国最高裁判所に仕えた3人の、元南軍病の一人となった。他の二人とは、 ルイス・クインタス・キンキナトゥス・ラマー2世と、ホレース・ハーモン・ラートンだった。最高裁判所では他に一人、アメリカ連合国政府で公職を務めたハウェル、エドマンズ・ジャクソンが、売席判事になった。アメリカ合衆国上院議員時代のホワイト・ホワイトは、放棄されたプランテーションに住みながら、法律の勉強をした。法廷弁護士として認められ、1868年に、 ニューオーリンズで法律実務を開業した。1874年に短期間、ルイジアナ州上院議員となり、1879年から1880年は、ルイジアナ州最高裁判所売席判事になった。元南軍の将軍で、ルイジアナ州知事になったフランシスティ・ニコルズと政治的に提携した。ホワイトは、 ルイジアナ宝くじを廃止することに貢献したことで有名になった。それは汚職の温床となり、州最高裁判所が1894年に停止命令を出す前にその命運は尽きていた。ルイジアナ州議会は1891年にホワイトをアメリカ合衆国上院議員に指名し、ジェームズ・ B ・ユースティスの公認とした。 これを辞任する1894年3月12日まで続けたが、それは、グロバー、クリーブランド大統領がホワイトをアメリカ合衆国最高裁判所売席判事に指名したからだった。1896年、人種分離を容認した、プレッシー・タイファーガソン事件判決では、7人の判事と共に多数意見側についた。1910年、 メルビル・フラーの死去に伴い、ホワイトは、ウィリアム・タフト大統領によって、アメリカ合衆国最高裁判所長官に、昇格された。当時それは二つの理由で議論を呼ぶ指名だった。一つ目は、ホワイトが民主党員であり、タフトが共和党員だったことだった。当時の報道機関は、タフトが、共和党員のチャールズ・エヴァンズ・ヒューズをその地位に指名する、ものと広く予測していた。 二つ目は、ホワイトが1795年のジョン・ラトリッジ・以来となる、培跡判事から長官に昇格したことだった。歴史家の中には、ホワイトが、当時65歳で太りすぎであり、タフト大統領はホワイトが長く務められないで、あろうから自分が何時かその地位に指名される日が来ると、期待して、ホワイトを指名したと考える者も,もいる。これはまさに11年後に起こった。 ホワイトは一般に裁判所判事の中でも保守的な部類に見られていた。常理の法則の創始者であること以外に、1916年に鉄道従業員に一日最大8時間の労働を規定するアダムソン法の合憲性を支持する判決も書いた。主席判事としてのホワイトは、ウッドロー・ウィルソンとウォレン・ハーディングの各大統領の就任先生をさせた。 最高裁判所の歴史の中で、サミュエル・アリート判事とジョン・ロバーツ長官の指名まで110人を数える判事の中でホワイトは12人しかいない、カトリック教徒の一人である。ホワイトは1894年11月6日、リンデン・ケントの未亡人、リータ・モンゴ・メイリー・ケントとニューヨーク市で結婚した。ホワイトは、首席判事のまま死去し、意外は、 ワシントン DC のオークヒル墓地に埋葬された。ジョージタウンのその墓地は、ロッククリークを見下ろしており、他に、ノア数円培積判事判事になるところだったエドウィン・スタントンが葬られている。サーモン・チェース主席判事もそこに埋葬されたが、その14年後に、オハイオ州シンシナティのスプリンググラブ墓地に移送された。 ワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の国立肖像ホールコレクションには、ルイジアナ州の寄贈した2体の彫像の一つとして、ホワイトの彫像が収められている。他に、ニューオーリンズのルイジアナ州最高裁判所、建物前にもホワイトの彫像がある。この彫像は、ニューオーリンズの景観で、地元の象徴となっている。その肖像がしばしば称されている、ビッグ。 グリーンエドは地元住人や観光客のお気に入りである。訪問者がその彫像の台座のところに座りその時の問題を論じているのがしばしば目撃される。さらに、その彫像を半時計回りに走った者はその夜逮捕されることがないという地元の言い伝えもある。ルイジアナ州ティボドーのエドワード・ダグラス・ホワイト・カトリック高校はホワイトの名前を冠している。 ホワイトの栄誉を称えて、ルイジアナ州立大学法律センターでは、毎年エドワード・ダグラス・ホワイト講演会が開催される。これには、ウォレン・イ・バーガーやウィリアム・レンキスト各首席ハンジーのような著名講演者が招かれてきた。ルイジアナ州立大学法律センター教授、ポール・ベアーが書いた曲、議局、首席ハンジーの父、エドワード・ダグラス・ホワイトと憲法は、 ホワイトの人生をもとにしたものである。2009年1月初旬、ルイジアナ州は、ニューオーリンズのフレンチクオーターの中心、ロイヤル通り400のルイジアナ州最高裁判所、建物正面階段にある、エドワード・ダグラス・ホワイト・ジュニア主席判事の記念像を、回収し保存するために、テキサス州、ガーランドのリオコンチョレストレーションに回収作業を、発注した。真相なった彫像は、 リオ根ョレストレーションのページで見ることができる。ありがとうございます。